多分8歳9歳行ってて10歳、ぐらいの男の子と女の子にあの絵はがきを買ってくれっていう風に、ね、言われまして、あーノーテンキューバイって言ったんですけど、結構あの長いことついてこられるっていうねはい、今パンプローナの街を歩いてるんですけど、なんかすごいね、なんか広い公園がありましたね。お、 なんだこれと思ってね、調べたら五角形のお城、はい、城壁って言いますからしいですよ。すごい古いやつらしいですね。おはようございます。あのもう本当にね、本当に、ホテル着いてもうそのまんまバタンキューしましたねあの ご飯だけはちょっと食べましたけどね、はい。で、今朝の6時35分です。はい、で、まあ、お風呂もちょっと今入ったんで、まあ、今から行こうかなと。で次がね、20何キロ先の、ところに行きます、まあ、そんなにもう、だから昨日もだってね40何キロですか、ここパンプローナですけど、パンプローナのほとんど出口なんですよね。だから多分45キロぐらいは多分歩いてるんで、今日はもう無理せずもうあのゆっくりゆっくり、進んでいこうかなというふうに思ってます。今パンプローナの街を歩いています。パンプローナといえば日本でもおなじみの牛追い祭りをやっている街だそうです。ここなんだってね僕思いました。あとはヘミングウェイがですね、なんかすごくゆかりのある地らしくて、結構ね長い間こう滞在してたんですって。で小説の中でもこのパンプローナの街を舞台にした、それこそ牛追い祭りの話もですね小説の中に出てくると。ヘミングウェイが泊まっていた宿とか、いつも行ってたバーとか、はい、そういったゆかりのところがいっぱいある、まあすごい素敵な街ですね。で今もうそろそろパンプローナの街出ていくようなぐらいのとこまで来ているので、次に向かっていきたいと思います。今スペインの女性の方に道こっちだよって教えてもらって一緒についていってます。めちゃくちゃ親切ですね。はい、めちゃくちゃ素敵な、お姉さんに教えていただきましてでなんかあのなんすかアプリでね書いてる道じゃなくてこっちの方が近いぜみたいな感じで、で大丈夫かわーと思ったんですけど、あのめちゃくちゃ本当にいい人っぽかったんで、なんか雰囲気でね、あ多分この人大丈夫だなって、あのめちゃくちゃ多分本人もカミーノ歩いたんかもしれないですね、もしかしたらね。はい、言われた通り進んでいったら、あらカミーノの看板出てきましたね。いや本当に助かりましたね、ありがとうございます。なんかあれですね、四国の遍路と本当に似てますよね。こう街の人がこっちだよとかって教えてくれたりとか、なんか日本から何千キロも離れてるんですけどね、やってることが同じっていうね、まあ、国境って言ってるのは人間だけかも知れないですね。今日の目的地のレイナに行く途中の教会です。いやすげえ、初めてこういうちゃんとした教会見ましたね。どうも、はい、これ何してるかというと、さっきあの山登りましてね、すごい泥がついて、あの靴がめちゃくちゃ重たいんですよ。なんでこのね、はい、ちょっと一瞬できてる川でね今みんな靴を洗ってます。よし、いい感じ、あ軽くなった。で、あの頂上付近にですね、すごいあの、まあ、カミーノを象徴するやつがありました。ちょっとねもう雨風すごくてね、あのそれどころ撮影どころじゃなかったんでちょっと撮れてないんですけど、一応インスタにアップしたのはこれですね。めちゃくちゃいい感じのやつですね。ただあの本当にちょっとずっといるとやばかったんでね、遭難するんじゃねえかレベルの天候だったんで、撮影は断念しましたけどもね。今だいたい半分以上進んでます。またねあのちょっと次の町にもう少しで着きそうなんで、そこで休憩しようかなと思ってます。はい、目的の、ところではないんですけども、途中にある町に今来ましたね。パンプローナとは、もうまた別ですごいのどかな、ところに着きました。はい、無事プエンテラレイナに着きました。でアルベルゲ、予約しました。ブッキングドットコムで行けたんで、まあ、それで、ね、ちょっと先の方なんで、もうちょっと進んでホテルに向かいたいと思います。アルベルゲに着きました。
で、明日もですね、大体20何キロぐらいのところ、で、まあ、宿を取っております。で、なんかね、ブッキングドットコムね、めちゃくちゃ便利っすね。あのアルベルゲとかも結構ブッキングドットコムで取れることがすごく多いので、アプリとかね、まあ、取ってる方が絶対便利だなというふうに、思いました。まあ、とにかくあの景色がね、ずっと綺麗なんで、景色見ながら明日もゆっくり歩いていきたいと思ってます。おはようございます。はい、こちらのアルベルゲを出発して、また次の町に向かいたいと思います。今現地時間の7時40分、ちょっとゆっくりめです。まあ、最近ね、連日だいぶ歩いてますんで、まあちょっとゆっくりで、次の宿ももう、予約取ってます。なんで、全然大丈夫っていう感じですね。で、次ね、アイエグイっていうとこね、はい、そこに、行こうかなと。で、そこのもう宿取ってますんで、今からそこに向かって歩いていきます。まあ、大体23、4キロぐらいなんで、そんな、すごいハードというわけではないので、まあ、普通にゆっくりと歩いていきたいと思います。はい、まあ、歩いている途中で、多分これあれですね、巡礼者用のですね、まあ、あの簡易休憩所みたいな、はい、作ってくれてる方がいるんでしょうね、これね。なんかホットコーヒーって書いてますけどね。で、あー、これね、ドネーション、寄付って書いてますけどね。こんなんあるんですね。はい、今黙々と歩き続けてますけれども、順当に行けばエステーリアっていう町に、なんかみんな泊まるっぽいです。なんかあの昨日の宿を、なんか聞いたらね。で、まあ距離的にね、ちょっと短めなんですよ。まあ、なんでエステーリアの先のアイエグイってとこなんで、発音すげえ難しい。なんかね、現地の人なんかアイエグイってなんか言ってましたけどっていう町が、まあ、そのエステーリアから本当1キロぐらいなんで、まあ、あのすごい近くですから、まあ、そこの宿を取ったんで、まあ、そこに向かおうかなという感じです。で、今、現地時間で11時42分で3分の2ぐらい来てます。だから、まあ、だいたい23点何キロとかだったんで、まあ、ゆっくりめに歩いてるっていう感じですね。で、景色はこんな感じです。さあ、ここで宿の取り方なんですけど、修道院とかのね、アルベルゲはやっぱ安いですね。6ユーロドルとか、なんかそれぐらいの値段で結構あります。で、ただあの予約がね、できないこと多いんですよね。だから来たもん順です。なので昼の1時2時ぐらいにはもう着いてですね、で、あのアルベルグで泊まりたいよっていうふうに言わないと、まあこの時期にもよると思いますけれどもね、結構もう入れないよっていういうことがあのどうもあるっぽいですね。で、今のところあの僕大丈夫なんですけれども、やっぱりその辺はちょっと警戒した方が、だから夕方だいぶ遅くにですね着いちゃってとかなったら結構やばいというような感じです。で、公営じゃなくてね、まあ市営のアルベルゲというのもいっぱい存在します。で、そういうところでも、まあ、結構そんなに高くないところもいっぱいありましたよ。で、僕ね、今日泊まるそのアイエグイっていうところの、町のアルベルゲは、12ユーロドルでした。はい、まあ、だからね、そんなに高くないと。で、しかもそのブエンカミーノっていうね、アプリがまああるんですけど、そのアプリをまあ取っといて、で、なおかつブッキングドットコム、はい、なんか日本でもよく使ってるじゃないですか、あれのアプリを入れておいて、で、そのブエンカミーノっていうアプリを見るとですね、まあ、地図上にね、自分が進むルート出てきます。で、そのルート上の、まあ、ホテルとかアルベルゲとか、ご飯屋さんとかいっぱい出てくるんですよ。で、あ、なんかこの辺のホテルなんか位置的にここ泊まりたいなと、そこポチッと押すと、まあ、そのアルベルゲだったり宿の情報が出てくるんですよね。で、宿とかアルベルゲによってはブッキングドットコムで予約できるとこあるんですよ。で、それがね、すごい便利でね、あの僕全然語学無理なんで、正直もうネット上で予約できたらすごい楽なんですよ。で、今のところ全然それでいけてるというような感じです。まあ、だからもしそのブッキングドットコムが、例えばね、どっかの地域で、ああ全然ないと、そういうのできるとこないなってなったら、まあ、早めに公園のアルベルゲにたどり着くように朝早くから出発していくというふうに今やっていこうかなというふうに今のうちは思ってますね。目の前にちょっと大きめの町が出てきましたね。
で、まあこういう街でね、バーって書いてるとこ、なんかカフェじゃなくてバーって書いてるんですよね。でそのバーって書いてるとこ見たら結構コーヒーとかなんかあのコークとか、なんかオレンジジュースとか書いてましてですね。で、そこで結構カミーノの皆さんがお茶したり休憩したりで、サンドイッチとかがね売ってたりするんで、そこでご飯にしたりとか、いう感じです。だからなんかあの四国の遍路よりは結構ねそういったところ楽だなっていうふうに僕すごく思いますね。で泊まる場所とかも、例えば四国の遍路だったら、ここの宿の、ここのお寺の周辺とか、あともうここの道はここしかないとか、なんか結構そういう限定的なのがあるんですけど、まあこのカミーノに関してはね結構充実してるんで、あの慣れればね、はい、慣れれば結構宿のことに関してもいろんなことに関しても結構まあ、 あのそんなに苦労しなくていいかなというふうには思います。今エステーリアっていうね結構都会の街を歩いてますけど、あの一個思ったんですけどね、スペインの車ね、まあここね、マドリッドとかその大都会じゃないっていうのもあるかもしれないし、僕がこうもう完全に見た感じカミーノだからっていうのもあるかもしれないですけど、信号のない歩道ね、そこをね道通ろうと思ったら本当ね9割以上車止まってくれますね。なんかそれはちょっとねおおって思いました。多分8歳、9歳、行ってて10歳、ぐらいの男の子と女の子にあの絵はがきを買ってくれっていう風に、ね、言われまして、あーノーテンキューバイって言ったんですけど、結構あの長いことついてこられるっていう、ちょっとね、あまあその辺はあの日本ではあんまりない感覚で、まあ、それも楽しみつつっていう感じでね、今歩いてます。